ようですね、約45億円ということで見込んでいるんですけども、誰がどのように負担するかというのが一番の課題になっております。45億円というと実に新球場の予算の半分。当社にとっては減収になると、この新駅に対して、費用負担をしていくというのは非常に現時点では難しいと。 JR は新駅を作ることでアストラムラインと並行して走る壁線の乗客が減ることから費用負担はできないと改めて強調した。さらに現地は山陽本線と壁線が通る県内有数の列車の多い区間、今のダイヤに大幅な遅れが出ないような方法を見つける必要があるとしている。一方、新駅によって乗客が増えるというアストラムラインだが、費用負担には消極的だ。 IC 加入と思うとですね、約20億ぐらい今3年でいりますので、資金的には非常に厳しいんでですね、どうしても公的支援をいただきたい。IC カード式の乗車券パスピーの導入を予定して資金的に苦しい今、新たに建設費を負担するのは難しいとのこと。今から14年前、アジア大会開催に合わせて1700億円以上かけて建設されたアストラムライン、2003年に就任した中村社長は就任時に新駅建設に意欲を見せたが、会社は現在も400億円の負債を抱え、西広島駅への延伸計画も凍結状態だ。商工会議所は市民に便利になるのはいいこととしながらも、このように釘を刺した。税金を投入してやっていくことですから、順位等を考えた上でやっていただけるのは大いに結構なことだと思いますけどね。45億円という大きな壁、4年前にできた天神川駅の建設費は5億円、つい3日前にオープンした山口県和木駅の7億円を考えると、薩摩新駅はずば抜けて多い。なぜこんなにも巨額になるのか、理由を調べると、そこには薩摩地区ならではの事情があった。県内の交通の大動脈、 JR 山陽本線とアストラムラインが交わる唯一の場所、広島市中区薩摩地区に持ち上がった新駅計画。しかし45億円の建設費がネックに。一体なぜこんなにも巨額になるのか。市民の利便性が良くなるような構造で設置しなくてはいけませんので、結果としてそういう難しい位置に設置しなくちゃいけないと。45億円の内訳はご覧の通り。 JR の新駅は高架部分がホームとなるため、橋脚の柱の補強などが必要、道路をまたぐ歩道の整備も必要だ。アストラムラインの新駅は地下と地上の境目の限られたスペースに作るため、ホームを地下に設置する必要がある。さらに2つの駅を結ぶ連絡通路も必要だ。道路や鉄道の運行に支障がないように工事をするには費用がかかってしまうという。4年前に開業した天神川駅は構想からわずか1年半で開業、現在も当初の予想の3倍近くが利用する。実は天神川駅の建設費4億4000万円はほとんどが近くのショッピングセンターが負担した。また山口県の和木駅の建設には市民や地元企業から5000万円もの寄付金が集まったという。薩摩の場合も地元が金銭面で支援できるかも鍵になりそうだ。アストラムライン建設時にも設置が検討されたが、当時の国鉄が反対したため幻で終わった薩摩新駅。専門家は広島の公共交通の問題点を指摘するとともに、鍵は行政が握ると話す。行政が公共交通を担うという面で非常に遅れてたと思うんですね。民間がやるということはある意味では効率的な公共交通をやってきたというメリットはあると思うんですけれども、全体的な整合性を確保するという面での弱さというのがあるんじゃないかなと思いますね。そこのところについての調整役というのは果たすべきだと思います。現在は JR もアストラムラインも計画を主導する広島市次第とする。市は当面国の補助金などを探し、建設に向けて検討したいとしている。な
長年の課題で今では100万都市の中で一番交通体系遅れてるって言われてるんですよね。そうですね。なんかちょっと私今見てて ね皆さん街の中心に行くことばかり考えるんですけれども、はい、私あの電車通勤をしてね保育園に迎えに行ってる時のことを思い出してね5分でも10分でも早く保育園に迎えに行ってあげたいんですよ、お母さんたち。でこれから広島市っていうのは政令市の中でもかなり子どもの人口が増えてる方なんですよね、はい、ちょっと働くお母さんをもっと応援していかなきゃいけない街なのに5分10分早く子どもの顔を見てあげられれば、うん、こんな嬉しいことないんですよね。そうなんですよね。あのあたり22万人の人が住んでるってことを考えるとねもっといろんな面で利便性ってものを考えてもらいたいなと思います ね、うん、そうですね。まだ正確な利用客数の試算で出てないそうなんですが広島市が取ったある簡単なアンケートによりますと毎日だいたい3万人が利用するのではという見込みがあるそうなんです、まあ、やっぱり課題としてはね費用なのかなっていうのも思うんですが、できてほしいです、ね。まあ、みんなで連結それこそしていかなければ、うん、いけないんですが、まあ、ストラムラインには何度も税金が使われていますがそのあたりきっちり検討と対策が必要になってきます。